メムブリスは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のアシャフ・フェンブルク、軍北部の市場町である。1964年1月31日に市場町となった、この町は、面積35.92平方キロメートルで、軍内で5番目の広さの自治体である。その大部分が森林、草地、工作地である。この町は、 海抜165メートルから337メートルに位置している。メムブリスの地区配置及び土地利用図。ピンクが市街地、白が緑地及び工作地、緑が山林である。メムブリスはバイエルンのウンターマインに属すカールグルント地方の中央に位置している。シュペッサルト山地先山の麓でシェルクリッペンからアルゼナ上の皇帝の中間地点にあたる。 最高地点は、海抜437メートルのハーネンカムである。メムブリス町内をカール川が流れている。町域は10の管理区に分割される。町は18の地区に分割される。地区はさらに23の集落に分割される。ボーンシュタット、ヒュッテンベルク、カーレスベルクの集落は、現在のメムブリス地区に含まれる。かつてのニーダーシュタインバッハ。 ミッテルシュタインバッハ、オーバーシュタインバッハの存落は合併してニーダーシュタインバッハコマ地区を形成している。ヘッセン州は以前この市場長に突き出していた。2007年、バイエルン州とヘッセン州との間で約10ヘクタールの土地の交換協定が締結され、2011年7月1日に発行した。これによりバイエルン州の面積は 1> 約1.77ヘクタール縮小した。それまでの宗教は FV ビクトリア 1930EV ブルッケンのクラブハウスを横切っていた。また、修道2305号線はニーダーシュタインバッハ付近で短い区間宗教をなしており、わずかだがヘッセン州側を通る箇所がある。メムブリスは、北はフラゲリヒト及びガイゼルバッハ、北東はクロムバッハ、東は ブランケンバッハ、南東はヘルスバッハ、南はヨハネスベルク、西はアルゼナウと境を接している。この地名はメムブリス城の名称が集落に適用されたものである。現在、カールグルントナマリではメマーシュと呼ばれる。メムブリスという言葉の由来自体について詳細は分かっておらず、二つの説が唱えられている様々な資料や文献上の この集落の古い表記は以下のものがある。メムブリスは中世には同盟のメムブリス裁判区に属し、その主有となっていた。メムブリス裁判区はアルゼナウ自由裁判区の一部であった。この自由裁判所は帝国直轄ではあったが、帝国はこの地域を繰り返し仕入れし、あるいは可視してきた。領主は何度も入れ替わり、このため領主はしばしば入れ替わり、その中には、 ハーナウやランデンブルク家、エップシュタイン家も含まれた。メムブリス城は1300年頃に現在の旧墓地の場所に建設された。この城は誤ってボムブルク城と記録され、19世紀になるまで場所が判明しなかった。1500年にローマドイツ王マクシメリアン一世は自由裁判区全域をマインツ大司教とハーナウミュンツェンベルク博に共同統治領として受封した。 この共同統治時代に、この自由裁判区には、マインツ大司教による教会の司法権が行使され、ハーナウミュンツェンベルク伯領で起こった宗教改革はこの地に及ばなかった。メムブリスは、ローマイコールカトリックの信仰に止まったのである。メムブリスは、1603年に完全にマインツ選定綱領,領となった。1803年の帝国代表者会議主要決議によって、 メムブリスはヘッセンダルムシタット砲白領となったが、この体制は13年間しか続かなかった。1816年にヘッセン大公はこのアムトをバイエルン王国に割譲した。これ以後、メムブリスはバイエルン領となった。1936年12月28日の司祭、アウグスト・ベルナーの逮捕はメムブリスのカトリック住民の怒りと暴動を引き起こした。 自身が第一次世界大戦の軍人で一級鉄十字勲章の受勲者あった司祭は自分の町にシュティウルマーの施設を設けることに反対していた。司祭は1936年12月20日の日曜礼拝でシュティウルマーの施設反対の署名を呼びかけミサを執行しないという最後通帳を突きつけた。この声明によって多くのカトリック信者が 市長で NSTP の地域グループ指導者であったゴッドフリートバントレークから離反し、署名リストが作成された。これのため、ベルナー司祭は1936年12月28日にゲシュタポによって逮捕され、アシャフフェンブルクに連行された。メムブリス協会の聖職者、ヘルマン・デューミヒはナチス体制に対する抵抗を続けた。 アウグスト・ベルナー司祭は1937年8月2日にいわゆる保護公金から解放された。メムブリスは1862年7月1日に創設された別力スアムとアルゼナウに属した。この別力スアムとは1939年1月1日にアルゼナウイン・ウンター・フランケン軍に解組された。この軍の廃止に伴って メムブリスは1972年7月1日に新たに組織されたアシャフフェンブルク軍に編入された。メムブリスの町役場市場長メムブリスの議会は24議席からなる。これはこの市場長の人口が1万1人から2万人のカテゴリーに入るためである。議会は6年ごとに改選される。議員24人に加え、市長も議会で投票権を有している。 市場長メムリンゲンの主張は、無所属のフェリックス・ビッセルが2008年から務めている。彼は、2014年3月16日の選挙で96.49%の票を獲得して再選された。この選挙の投票率は54.08%であった。第二次世界大戦後のメムブリスの主張を列記する、図柄、赤字に下向きに置かれた金の柄を持つ銀の剣。 その向かって、左に六本スポークの銀路は、向かって、右に金の冠。紋章の歴史、メムブリスは、1500年まで横領であった。紋章の冠はこれを表している。この村が自由裁判所所在地であったことは、県によって象徴されている。1487年に、マインズ選定校が領主権の一部を獲得し、1738年に、 この地域全域の領主となった。六本スポークの輪はこれを示している。この紋章は、1961年にデザインされ、認可を受けた。聖十字架協会メムブリスには、以下の協会及び礼拝堂がある。これらはいずれもアルゼナウ首席主催区に属す。郷土博物館群前バッハの民族文化、コレクションメムブリスの郷土博物館は、群前バッハにある。 この博物館は当時の軍共同振興会長エミール・グリーベルの主導で軍前バッハの旧学校内に設立され1977年5月14日から存続している。水車博物館水車博物館の二連水車シュトレツバッハにはカール川沿いに歴史的な二連水車があり5月から10月まで予約制で見学できる水車博物館となっている。 シュトレツバッハの二連水車の建設は1700年頃に始まった。ゾントホーフェン出身で当時のアウクスブルク市教区で育ったヤーコップコッホと地元のアンドレアス・ブリュックナーが二連水車の建設者であった。二つの水車は一つの屋根の下にある。内部構造は二つの水車機構が互いに入り組んだ形になっていた。水車博物館の設立に伴い、かつての水車機構は ブリュックナー水車のそれに集約され、かつてと同じように食事の提供が可能となった。国宝側は住居となっている。漁水車の車輪は保存されている。メムブリスの作油水車フライラント博物館メムブリスの中央近くに小さなフライラント博物館がある。歴史的な作油水車と古い家事屋作業場が完全に 保存されているその基本構造を形成している。超全体の人口が多いために忘れられているが、1970年代末の地域再編以降メムブリスに属す18地区は田舎の集落で構成されている。これらの地区はいずれも人口が少なく、これらが集合した結果として市場町メムブリスの2004年の人口は1万2000人となっているのである。メムブリスは、 人口減少及び経済問題と戦っており、新たに建設した産業地域とそこに進出した企業やショッピングマーケットのおかげでこれらの問題は改善される傾向にある。カールグルント鉄道のメムブリスメンゼンゲゼス駅がある。この市場長には以下の教育機関があるメムブリスのクラブ生活は多彩である。スポーツクラブの他に 数多くの郷土クラブや文化クラブがある。レスリング・ブンデスリーガに属す RWG、メムブリス系に必須方言がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。